連れて行かれた3人、一体何をされているんでしょうね。虫か、別に構わないが。あのかいわれ大根、喋りすぎだ。え、かいわれ。ああ、イデア先輩のことですか。言われてみれば、学園にいる時より口数が多い気がします。というか、イデア先輩は寮長会議にもほとんど顔を見せないので、あくまで印象論ですが。そういうこっちゃねえよ。スティークスは秘匿された組織のはずだろ。守秘義務契約にサインさせたところで、人の口に戸は立てられねえもんだ。理性を失ったファントム相手ならまだしも、俺たち相手にイデアは情報を漏らしすぎている。なるほど、確かに。それに俺たちを連れ去る時にも、あのカローンとかいう鎧がかなり派手に学園で暴れていやがった。そうですね。スマホで動画などを撮影し拡散している生徒もいるかもしれない。情報を規制する方法について考えられるパターンはいくつかあるが、嘆きの島に連れ去られて帰ってきた魔法師はいない。先輩 D、 レオナキングスカラーさん。危険隊 D、 ジャミルバイパーさん、検査を始めるよ。僕についてきて。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。被験体 B、D、オルトと共にシミュレーションルームに入室。各種データ計測準備完了。ふたふた00、記録を開始します。コスト用魔力測定ギア各被験体に装着完了。それじゃあ被験体 B、D の第一テストを始めるよ。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ、ダイブスタート。第一テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 B、D、バイタル正常、ブロッド蓄積量すべて正常値内です。ラケシスシステム同期完了。第二テスト準備完了しました。はい、じゃあ次行ってみよう。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ、ダイブスタート。学園の植物園。おい、レオナさん。ジャミル、やっと見つけた。置いていかないでくれよ。悪い、カリム。レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限今日まですよ。今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。うわっ、レオナさん、何すんすか。すげえな、よくできてる。俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのか。は？一体何を言って。油断したところを後ろからドカンとやろってんだ。そうはいくかよ。ああ、なるほど、やはりそういうことですか。それでこちらが動揺しそうな言葉を投げかけて揺さぶりをかける。確かによくできてます。ジャミル、どうしたんだよ、急に怖い顔して。んじゃ、さっさと検査とやらを終えようぜ。はい。いや、早い早い、二人ともシステムの構想に気づくの早い。レオナ氏、さては夢の中でもこれ夢だなって秒で気づくタイプでしょ。つまんないな。ジャミル氏もストレス負荷がほとんど数値に影響してない。なんでオーバーブロッドしたんだこの二人。あとビル氏、ラケシスシステム同調率低下、残り 5%。 4、3、2、切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。ふたふた4号、テストの全工程を終了しました。モツです。データのバックアップが終了したら各自上がって。了解。
全試験隊をヒーリングルームへ移送完了したよ。みんなよく眠ってる。お疲れ様、ボルト。兄さんもお疲れ様。レオナキングスカラーさんとジャミルダイバーさんのテスト結果は？計測完了してるよ。今モニターに表示する。どちらも優秀な数値だね。ネオナ氏は腐っても王室関係者っすな。幼少期から高度な魔法教育を受けてるのが如実にわかる。魔法の発動スピードも魔力保有量も非常に優秀。中でも出力の微調整がピカイチで、敵の攻撃威力に合わせて繰り出す防衛魔法はお見事。魔力の無駄遣いが少ない。つまり無駄なブロット蓄積も少ない。ストレス負荷によるブロット蓄積値に大きな変動がないのもポイントが高いね。うん、でもこれに関しては何とも言えないっすな。レオナ氏が外部要因から来るピンチに強いのは分かったけど、内部から来る怒りや悲しみの感情に強いかどうかは今回は計測できてない。なるほど。精神面が安定傾向にあるからこそ、大きく感情に波風が立つとき、爆発的にブロットの蓄積量が増える可能性もあるのか。レオナ氏もビル氏と同じくタンクの助暴を務めてほしいステータスをしとりますが、本人の性格がリーダー職とも言われるタンクに全く向いてないのは置いといて、みんな性格と最適ジョブが絶妙に噛み合ってないところが SSR 前代未聞の問題児っぽさ満載。ワロス。じゃあジャミルさんは？ゲームならどんなジョブにつくのがいいかな。ジャミル氏は、どのジョブでもそれなりに立ち回れそうなんだけど、傾向としてはアズール氏と似たタイプですな。速度よりも効率に重点を置いてる。プロフィールを見るとジャミル氏もナイトレイヴンカレッジに入るまでは専門的な魔法教育は受けてない。ガス欠を恐れてるのか、常に魔力残量を気にして立ち回ってる感じがある。兄さん曰く、よく言えば落ち着いてて効率いい、悪く言えば他人を盾に時間稼ぎするタイプか。ただ防衛魔法の発動だけはかなりスピーディーで的確、カリム氏の護衛役だからそこに特化してるとか。じゃあタンクをサポートする近接アタッカーかヒーラーが最適ジョブかもね。ですな。初心者向けジョブと思いきや結構立ち回り難しくて上級プレイヤー向けのやつ。誰が実装されてもジョブレベルを上げるのが楽しいゲームになりそう。 RPG ゲームナイトレイヴンクエスト。悪くないかもね。いいなそのゲーム、僕やってみたい。オープンワールドでさ、まず最初に7つの国があって。いやいや、オープンワールドってうちわ向けネタなのに開発コスト高すぎか。64キロビットのカセットロムなら考えてもいいけど。ならサクッと作れちゃいそうだけどな。まあね、でもめんどくさいからやんない。ねえ兄さん、今度マッスル紅さんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら。いや無理無理、急にどうした。ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょ。それにステュークスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。何すんだぞ。ここは VDC が終わって、その日の夜に腹が減って、それからトレ様、なんで子分にあんなこと。もしかして子分のこと引っかいたからここに連れてこられたのか。みんな連れてかれてまる。待て、この待ってろグリム、今助けてやる。おば、俺らは手出すなって言われただろうが。もうくそ
さ。でも足も出ねえ。ちくしょう。あいつらボロボロだった。エース、デュース、エペル、コブン、俺様もうオンボロリオには帰れないのか。青い空、暖かな日差し、今日は絶好の飛行日和だね。そうですね。なんだか元気がないね、エベル君。長距離の移動で疲れてしまったかな。それもありますけど、いろいろすごすぎて。え？ルークさん家の別荘が全部、とにかくすごすぎて。なんだそんなことか。気に入ったならいつでも遊びに来てくれて構わないよ。あんなうだで別荘、気軽に遊びに行くのはとても無理かな。監督生さんもそう思ったよね。今度はビルや元 NRC トライブのみんなも呼んでパジャマパーティーでも開催しよう。たまに兄弟が使っていることもあるけれど、事前に連絡をしておけばいつでも使わせてくれるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人兄弟ですか？上に2人、下に3人の6人兄弟だよ。6人？多いですね。これだけ人数が多いと顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。予定を合わせるのが難しくて。でも全員揃うととっても賑やかだよ。おかしいな。ルークさんのことを知れば知るほどより謎が深まっていく。エベル君、監督生君、もう少しで ICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。そこに嘆きの島が。ああ、加工してみよう。島どころか浅瀬も見当たらねえ。ルークさん、本当にここで会ってるんですか？間違いない、ここにビルたちがいるはず。さて、残り半日、次の検査項目は。所長代理。はい、こちらイデアシュラウド。どうした？当施設が何者かに攻撃を受けています。は？どういうこと？インビジブルシールドは？シールドは正常に動作してるよ。外敵からの侵入は不可能なはず。現在カローン、ヘプタハンが出撃準備完了。先行して偵察ドローンが海上に出ております。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続、映像をモニターに出力します。ボンジュール、嘆きの島の皆さん、私は美を求め美を助く人呼んでルシャ・ソードア・ムール、ルーク・ハント。貴殿らが連れ去った我が盟友ビル・シェーンハイトの気球存亡の時上、今ここに馳せ参じだ。ルークシ、なんでここに、っていうかどうやってここに。ヘプタハン、戦闘配置に到着、襲撃者排除します。タイム、排除したいけど排除しちゃダメ。とりあえず確保。襲撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきました。ってことはルークさんの見立ては
正解だったってことだよね。ベークさんのユニーク魔法うだで。いいかいエベル君、監督生君、ある程度戦ったらすぐに降参するんだ。私たちの目的は彼らに勝利することではない。捕虜になって嘆きの島に入ることですね。ウィ、あの空飛ぶアーマーの前ではこちらが圧倒的に不利。まずは足場を作るよ。これでよし。さあ、愛と美のための戦いが今幕を開ける。ここまでか。が、やられた。ありえん。ナイトレイブンカレッジ、 SSR 前代未聞の問題児をさらに追加テストしてくるとは。所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか？ナイトレイブンカレッジに送り返すことも可能ですが。でもなんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも、偵察ドローンから送られてきた情報を見る限り周辺に生体反応は見つけられない。ヘプターハン、ルーク氏、いや、襲撃者は発信機や通信機を所持している。通信機はスマートフォンのみ所持、しかし3名とも電源が切られています。自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。カローンハンと交戦前にルークハントさんが、貴殿らが連れ去った我が盟友ビルシェンハイトの気球存亡の時ゆえ今ここに馳せ参じたって言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。で、例えばビルシェンハイトさんが精神的、身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか。彼は芸能活動をしているし、学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。いや、まさかそんな重要事項がスティークスの調書に記載がないはずが。聖者は生きたまま元の世界に返す、それがこの島の掟。万が一を避けるためにも一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても話を聞いてからでも結果は変わらない。そうだね。ホルト、ルーク氏たちを外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。了解。エントランスゲートエアロック減圧開始。オキアノスホールオープン。海の中から嘆きの声が。嘆きの島ってまさか海の中に。ただいまより対象者の移送を開始、ブラインドスタン魔法を執行します。え、うわぁ。Thank you.
君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえ、ボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。すごい、海の中に街が。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。嘆きの島に。